3分でわかる第 4SS 警察総合敵団兵師団解説ハッチもあるよ。師団の前にまずナチス政権下の警察について話さなければならない。警察は秩序警察と保安警察の2つに分割され、この師団は前者から組織された。ちなみにやったことだけを述べると、前者はアインザッツグルッペン、後者は国家保安本部に吸収されたので両方非ドイツ人にとってはろくでなしです。まんなことはさておき、保安警察師団は1939年時点で編成されたが、総合敵団兵師団に改編されたのが43年。第 4SS 警察総合敵団兵師団と名付けられ、同時に他の部隊の名称から警察が削除された。さて師団は編成後ギリシャのコリントスに配備されたが、二人の隊員がパルチザンに殺害されその報復に地域住民を虐殺するという蛮行を犯す。44年8月に前線の状況が悪化し師団は南方軍集団の支配地域へ移動するが、その最中にブルガリアがドイツに宣戦。師団はこれの武装解除に従事、その後ソ連に占領されたルーマニア領の奪還を命じられるが師団長はこれを拒否、代わりに共闘法を築きソ連軍の攻撃を受け流す。だが44年10月ソ連軍が突破に成功、師団は皇太子第 18SS 義勇総合敵団兵師団を指揮下に置く。師団の指揮下に師団がいるってどういうことだよ。その後師団はハンガリーに移動、だが圧倒的なソ連軍を前になす術もなく、包囲され兵力800人、突撃砲13門のみになる。その後も損害を出し続け、スロバキアとハンガリーの国境まで撤退した時点で兵力が450人、重砲3門までに低下。最終的に残存部隊はドイツ本国に帰還、第一総合軍と共にする。45年1月末、師団はポメラニアに移動、ソ連軍戦法を殲滅すべく存念部園で作戦に参加したが兵力不足により失敗。その後ダンツヒに移動したが包囲され、カイロでドイツ本土に脱出。この頃には師団は兵力不足により師団でなく戦闘団と呼称されるようになる。本土に帰還後、シュタイナー軍集団に配備されるが、ヒトラーから命じられた反撃は実施しなかった。最終的に部隊はエルベ川を渡りアメリカ軍に降伏した。終わり、平定。